はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。マイライフやっていきましょう。今回はオフシーズンを過ごしていきたいと思います。いやー、負けてしまいましたな負けてしまいましたね。 CS なしですよ。久々だね、 CS なしっつうのも。よし、僕の能力って今どんぐらいなんだろう。まあもうこっから補給を90にするのは無理だな。やめよう、さよなら奥井。ラボとか行ってみようか。そろそろいいんじゃねえか、ラボ。びっくりマークついてねえな。まだ早いか。まあまたしばらくしたら来よう。負けたなー CS。 ほんとなんかあれだな。いや、出たかったな。頑張りたかった CS で。デートしよう。街に誘う。なんか買ってあげるよ。いいよ、買ってあげる。じゃあ何か、まあちょっといつものリズムでは見れていけないんですけど、コメント読んでいきたいと思います。写真を撮るとき笑顔を作ろうと思ってもうまく作れません。ちょっと待てよ。セリーグ阪神、パリーグオリックス、はい、ファーストステージね。写真を撮るとき笑顔を作ろうと思ってもうまく作れません。どうすればいいですか。はい、広島おめでとう。まあ写真はね、慣れだと思うんだよね。以前水曜日のダウンタウンでやってたんだけど、モデルさんとかは免許の写真も綺麗に撮れるんじゃないかと。やっぱそのね、免許の写真ってどうしてもね、変になっちゃうんだよね。で、写真撮り慣れてるモデルさんとかだったら綺麗に写れるんじゃないかみたいな、証明写真とかで、そういう実験をして、確かにね、すごくね、やっぱり撮られ慣れてる人ってのはすごく綺麗に映るんだよね。だからやっぱ慣れだと思うんだけどね。一人で乗る。今だったらさ、携帯で自撮りとかもできるからさ、その自分で撮って笑顔の練習もできるし、いいんじゃないかなとは思いますけどね。まあ誰に送るわけでもないしね、見られるわけでもないし。おめでとうございます。素晴らしい。はい、もう DeNA のサンダース内野手なんて俺知らないもん。デイ内野手も知らないもん。はい、いやー、今シーズン悪かった。おさらいはできればしたくない。はい、そんだけがよかった。はい、そうですね。じゃあコントロールで。はい、俺はね、逃げ玉を覚えたいよ。おー、契約、はい。はい。せめて下がるにしても1億5000万程度でお願いします。おー、結構下がっちゃったな。いや、待てよ。このぐらいの年俸の方がなんかこうトレードとかできるんじゃないか。結構交渉、いや、いいや。OK、 はい、OK です。はい、通算100セーブ。うわー、あと何歩、あと何歩ぐらい。30ぐらいかな。いや、もうちょっと若い番号をさ、用意してもらいたいよね。ほら、だったら72でいいよ。てか、あれか、これちょっとずつ若くしていくパターンか、番号って。もしかして、はい、
お、久保さん。大柳投手、川部投手、川戸投手、笹投手。なんだって、俺はもうトレードする気しかないからな。おお、あらららら、いい選手。これ何、引退でしょ。あら、久保さんは早いですね。引退してすぐに一軍コーチか。オリックスの八木、これ2014だからあれか、日ハムにいた八木選手かな。もう中日だっけこの時って。結構なんかビッグネーム失ってるぞ横浜。涌井、はい、大関と宮西巨人行っちゃったよ。巨人の補強プルやべえな、強いぞ強いぞ。俺も巨人行こうかな。俺も巨人来てえな、宮西とやりてえもん。何もう誘う、まあさほど頑張りたくもないんだよな。送りでいいよ、やめておく。いいよ、またなんかあるか。毎年お決まりのイベントの連続ですか。全力でコメントでも読んでいきましょう。T 岡田選手が、2日連続となる逆転サヨナラツーランホームラン打ちましたが、ホームランはあると思いますか。どうだろうな、あまりホームランを今年ちょっとあんまイメージわかんないね。お、やまみちゃんかわいいよ。アーメン。やらしい。水。二人に幸多からんこと、アーメン。マミちゃんの友達か。いやー、お、園児のみんなから寄せ書き、これは泣けるやつですよ。はい、ありがとうございます。うん、頑張る頑張る。いやけどあれね、やっぱ改めて見るとすげえよな、タキシードに帽子って。ずっと一緒だね。はい、おう。いやー大変だね、なんか結婚式の後もこうやって練習して。キャンプ初日、いやなかなかコメント読む暇がないですな。ちょっと待って、右側のやつ名前は川部くんでいいのかな、川戸くん、川戸くん。眉毛目に刺さっちゃってるもんね。はい、よし、
オープン戦どうしようかな、スキップで飛ばそうかな。だって結局のところさ、大して成績残さなくても一軍なわけでしょ、やる意味もない気がするんだよね。ゆきみくん、今度新しく入団した鳥羽だ。誰だ、お前ドラフトいなかったじゃん。他のチームから来た選手、おいら学生の頃鳥羽さんの大ファンだったんだぜ。知らないのか、鳥羽投手といえばうちの球団にいた頃最多勝に輝いた名投手だぜ。アメリカリーグに転向していたんだが、まさかこの球団に、いや何そのなんかちょっとチームに残りたくなるようなイベント、エースこん、おお、かっこいい、アメリカリーグから帰ってきたベテラン鳥羽だって、すげえかっこいいじゃん。仲良くするつもりはないけどな、偉そうだったし。逃げ玉で、いやなかなか経験値増えないな逃げ玉。何かしらちょっとコメント読んでいきたいな。うん、いいよ任せといて。あーよかったよかった、うん、君はもう可愛がったりよ。ちょっと名前の読み方分かんないけど、これで見れるじゃん、チームデータでね。彼は2軍か、カワト君。カワト君、君は可愛がってあげよう。右投げ左打ち、かっこいいね。ちょっと待って、 あいつ鳥羽君うめえなんだ、めちゃくちゃすげえぞ能力。うわこれはすごいわ、守備もうまいもん。鳥羽、へえ。いやーなんかあれだなー、ちょっとチームに残りたくなっちゃうなー、鳥羽さんがいるっつうのは。仲良くする気はないけども、仲良くする気は一切ないよ。なんかすごい生意気だったから、仲良くする気はないけどもさ、なんかすごい楽しいことがありそうじゃない。いっぱい外人来るね。マノチさんに対してマノだったりトレードね、はい。マノチさんに対してマノだったりユータというのを許してくれる人はどのぐらいいますか。またその人は誰ですか。要は呼び捨てを許してる人でしょ。両親、あと幼馴染ぐらいかな。他はもう呼び捨て絶対ダメです。昔はそんなことなかったのに、気づけばなんかこんな風になっちゃってた。いやー逃げ玉時間かかるな、やっぱいい能力だからなのかな。もうヤクルトリング内野手、リング内野手ね、チェックするよ、誕生日だ。リング内野手、はい、抑えだ、はい、リング内野手、二軍だな、三振持ちか。ボビーリング、いや彼は一軍に上がってくるチャンスもあるんじゃないか。よし休養しよう、はーい。じゃあオープン戦も取りますか。
うわすげえ美味しそうな名前入ってるぞベーコン、試合よし、あ難易度変わらずです、パワフルです。まのちさん質問です。まのちさんは今現在自分の人生が楽しいと思いますか？いやその時々だな、すごくね、まあ今楽は楽なんだ、誰に何言われるわけでもなく自分の自由にやってっから、その点でいいのさ。まあその31って年齢比べたら、その31歳の男性と比べたら俺は多分下の方に位置づけされてると思うんだ、社会的には。まあそれでも、まあ、全然いいし、まあ、最低限稼げて自由にやってればそれでいいんだけども、ちょっとねやっぱ孤独面がある、孤独感がある人生、そこはつらい。本当にたまに信じられないぐらい悲しくなることもあるもん。何言ってんのか分かんないけど、今すっげえ真面目に答えていくからね俺。わずかに外れました。投げました、打った、強い当たり、伸びた、伸びていった、バッターランナー一塁、全然気にしない。俺はもうオープン戦打たれて何もぐらいも見せました、初安打。第9投げました、初球から打ってった、ショート左横のゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第9投げました、初球外れてもいいところですが外れています。第3球を投げました、スローボールに送ってストライク、バッター追い込まれました、投げた、ボール、カウントは2ボール2ストライク。さあ5球は5球目、打ちました、よし、取った、一塁へ送る、アウト、2アウトランナー3塁に変わります。もうオープン戦はね打たれ慣れてはいるけど、やっぱり気分のいいものではないからね、ゼロに抑えたい。第3球、だ去年だっけ、オープン戦ゼロに抑えて気持ち悪いみたいなこと言ってたの、しっくりこねえみたいな。第5球投げた、見逃しの三振、ある程度打たれつつちょうどいい感じでいこう。イニングまたぎだべ、上がってるよ。第9投げた、変化球ストライク、アウトローへ。第2球久々にアウト、はい、投げた、打った、流し打ち、投げるもんじゃないね、打たれちゃって、あれか、ランナー二塁か。第9投げました、初球マリンボール空振り、少し迷ったか、1球目空振りから投げました。第3球、3球目ストライク、第4球を投げました、外れた、ボール、慎重に攻めてきます、打ちました、セカンド左へのゴロ、1塁送球、いやー外野フライで1点入っちゃうじゃない。第9初球空振り、タイミング合いません。第2球、あれ打った、これ普通にヒットだ。打球はレフトの左へ、ヒット岡田さん、一塁回って二塁へ、イーグルス。もうちょっと守備の動きどうにかならんかね。ゆき、いいじゃないですか、銀次選手と二人で燃え上がって。第9投げました、初球高速スライダー空振り、キレのある変化球、ボール、これはわずかに外れています。カウントワンボールワンストライク、やばい、なんだろう、燃えてこない。オープン戦だからか、こういまいち抑えてやるぞっていう気持ちがね湧いてこないね。ああ、いや湧いてこないね、どうしようか、なんだろうな、この燃え尽き症候群ぐらいな感じだね、変えられちゃって。なんかこうしっくりこないな、投げててしっくりこないな、初めてだな、こんな本当なんかこの投げててね抑えたいという気持ちは一切湧いてこないっていうのはね、ちょっとやばいね。シーズン始まってどうにかなってくれるんだったらいいけど、もう家族になってる、家族サービスしよう。あ、電話だけか、そっか、スーパーセント行きたかったな。よし、
トレードだ。はい。やっぱダメか。やっぱダメか。いやまあちょっとしつこく電話はしてみるけども、やっぱダメか。なんだって。まずいぞ。なんか全然ほんとどうしようか。抑えたいという気持ちが全く湧いてこなくなっちゃったな。困ってるよ。ちょっと待ってよ。コメントね。台湾代表の林志仙選手は体でかいのにセカンドをやっていました。マノッチさんはどう思いますか？林志仙選手を見たらその体をどう思いますか？林志仙でいいんだよね。俺ちゃんとウィキペディア調べだけど。まあね、やっぱこう小柄な選手がショートやるっていうイメージはね、日本のプロ野球見ててもあるけども、まあ実際その林志仙選手の動きがいまいち分かんないけど、まあ体でかかった写真とか見る限りは。うわー、ちょっと一塁へ送るアウト。これでワンアウト。どうなんだろうね。第9体がでかいから投げた初球マリンボールから、いわゆる動きがどんくさいというか、いわゆるウドの大木みたいなね。アウトコース低め、ボール。もう今のこの時代あんまないじゃん。昔はあったけどさ、そのバスケットとかそのアジアの選手背でかいだけで全く動けないみたいな、昔のバスケットとかではあったけど、今はねないからね、体でかくてもビシビシ動けるからね。第9投げました、インロー際どい球、ボール。ハギンハギンハギン、俺のし、知らない選手だな、3年目っつうことは。第2球、なんかとぼけた顔してるの、伸びのあるストレート。もうこんな顔の人に打たれたくないね。投げました、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、ボール、カウントはツーボールツーストライク。投げた、外れた、ボール、カウントはスリーボールツーストライク。決めきれ、投げた、外れました、フォアボールです。第9投げた、打ちました、初球打ち、レフト、いやー0点で抑えたい、打たれたくない。外野手は前の方に守備位置を取りました。いい能力してるな。投げた、インコース低め、ストライク、低めストライク。第3球を投げた、1球外した、ボール、カウント1ボール2ストライク、ボール、カウントは2ボール2ストライク。投げました、打った、2でやばい、ボールはライナーです。どうしよう、クリーンヒット、ボールが転がる、乗ってこない、気持ちが乗ってこないぞ。右バッターボックス。第9嫉妬するし、打ちました、痛烈、打球はそのまま伸びていく。オープン戦だからいいけどよ、バッターはオープン戦だからいいけど、あーもうダメだ、ヘロヘロになっちゃって。投げました、ボール。第2球投げました、アウトコース低め、ストライク。第3球をスランプか、まさか。マリンボール空振り。第4球を投げました、もうどうしよう君、何かあったか。外へ逃げるスライダー、空振り三振。最後ベイスターズ、どうしよう、俺も雪見も乗ってこない。まるまる1年スキップはしないのですか。前も話したけど、まるまる1年のスキップはしないです、今のところの予定では。しそうな気もするけど、いやもう休養しよう。参ったな、雪見が乗ってこないぞ。
トレード無理かい。ああ、やった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 、セーブセーブセーブ、いやびっくりした。よし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 、おセーブ、はい、何でしょう。おお、雪見トレードされたんだってな。お互い敵チーム同士か。まあでも友達だ、休みの日は今まで通り連絡くれよな。うわー、感動的。おお、セーブのユニフォームしてる。あ、あれだね、その色合い的には違和感ないね、あんま変わんなかったね。ともみくんがあれか、横浜か。てかもういい、セーブなんていいじゃないの、メヒアとかいるわけでしょ、強いでしょ強いでしょ。いやちょっとここはいいとこ見せないとね。ちょっと乗ってきたよ乗ってきたよ、はい。奥以外ねえ。うわー、もうな、寂しいな寂しいな、あっさりすぎだろう。あ、本田選手とかいるよ。ちょっとここがいいとこ見せたいですね。いいとこ見せないとね。2016のパワープロで栄冠ナインやる予定ありますか。大好きな企画なのでぜひ見たいです。やりますよ、ああいう育成するのとかすごい好きなんでやってきます。まのちさん、お疲れ様です。お疲れ様です、毎日動画見てます、ありがとうございます。相談なのですが、最近 YouTube で動画投稿始めたのですが、再生回数ほどチャンネル登録者が伸びません。お手数おかけして申し訳ございませんが、僕の動画についてアドバイスお願いします。長文失礼しました。見ましたよ動画は。ちょっと待ってね、後でね。今これある意味じゃデビューするの。43番、第9、投げた、初球はストライク。もうね、制限かかってるから、そんなことどうでもいいから。投げた、マリンボール。ちょっと待って、キャッチャー誰だ、キャッチャー誰だ。肩弱すぎだろ、ルーキーか。ルーキーか、羽賀健二。まあ本番になれば住谷さん、森くんとか、住谷さんかな、多分健介とかもいる。いや強いぞ強いぞ強いぞ、本当にセーブ。まあただ横浜にはね、化け物がいるからね、奥行っていうね。ボール、これはわずかに外れています。カウントは2ボール1ストライク。ボール、カウントは3ボール1ストライクです。ちょっと待って、本当打たれるわけにいかないぞ。投げた、決め切ってストライク。第6球を決め切れよ。投げた、よし、低めいっぱい、見逃し三振。これすげえ大事だがマジで、オープン戦といえど絶対打たれちゃいけないから。第9、打たれることもダメだからね。投げた、打ちました、ファー。3人でビシッと終わらす。第2球、投げました、打ちました。雪見って名前をね、西武ファンの方には覚えてもらいましょう。ということで、なんか今日当たってるけど、肘里沢選手、空気読んでくださいね。投げました、初球をしました、セカンド左への打球。いや本田いいな、西武にいると思わなかったけど、なんか全然イメージわかないけども、いや本田選手がねセカンドにいるっつうのは嬉しいね、すごい好きなのよ。初球外れても、ケンスケもいるんでしょ、セカンド。投げました、大変だね、レギュラー争いどっち取ってんだろう。打たれた、打たれた。これ奥井とスーパーセントいけんのかな。とりあえず奥井とスーパーセントに切ればもうそれでいいんだよ俺は。第9、ボール、わずかに外れました、直球ストライク、インローへ。第3球を投げました、アウトコース低め、空振り。バッター追い込まれました、投げました、外れた、ボール、平行カウント。次は5球目、投げた、アウトコース、外れてボール、ボールカウント3ボール2ストライク。打ったやつ、うわ、センターへの打球、センター前クリーンヒット、センターバックホーム。
岡島ヒットを放ちました。イーグルス。なんかあれだな、秋山選手が悪いとかではないけどもね、あそこに奥井がいないっていうのは寂しいね。マリンボール見送ってボール、これはわずかに外れています。投げた、打ちました。うわーうまい。1、2塁間のあたり抜いていった、ボールは中継。イーグルス1点。ダメだな、ダメだな、絶好調で絶好調で、あのセーブ機会がつく場面じゃないと俺働けないんだな。パワフルに通用しないんだな。投球これから2球目、打った、痛烈な当たり、1、2塁間、2塁アウト、1塁送球。イーグルス。もうセーブファン怒んないでね。5対2。内川いるよ。ストライク、膝元厳しい球でした。ちゃんとまずは打ってきました。シーズン始まるまでには整えるから、整えるから。カウント、ワンボールワンストライク。さあ4球目、まっすぐ空振り、タイミング合いません。第5球、打ちました、セカンドゴロ、ゲッツーになるか。二塁送球、二塁アウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。ライオンズ、ひでえな、オープン戦は相変わらず。ああそうそうそう、その先をね、再生回数ほどチャンネル登録者が伸びないってやつ。はい、あのプロスピエースの動画でしょ、ちゃんと見ました。あ、練習はできないんだ、スーパー戦力は。すまないね、どこにいるか知らないけどわざわざ遠くから来てくれたんでしょ、ありがとうね。やっぱりいっぱいやって続けてればそのうちチャンネル登録者伸びるんじゃないかなとは思います。はい、まあ再生回数があるわけだし、うん、何も迷うことないんじゃないかなと、俺は すごいなと思いますよ。チャンネル登録者もなしに動画の再生数がビシッとあるっていうのはね、すごいことだなと思います。なんで続けてればそのうち自然とついてくるんじゃないかなと思います。よし、ひどかったな、今日もやる気出していくよ。もうトレードできたから念願の、もしかしたら今シーズンで最終回かもしんないよ。うわ待ってよ、ちょっと待ってよ、交流戦で対戦する可能性があるんだ、早ければ。もうなんか俺も漠然と日本シリーズしか頭の中なかったけど、交流戦で来るな。交流戦でなんか最終回でも寂しいよね。いやけどそこでね、いいんじゃないか交流戦でもどうしよっか、どうしよっかな。ちょっとな、とりあえず1試合だけやって終わりましょう。1試合だけやって終わります。はい、なんとか頑張らなければね。お、セカンドはケンスケか。いやー、いいね、なんかこう期待できるね。まのちさん質問です。奥井に女性を紹介するとしたら誰を紹介しますか。まあゲーム中の女性であればアナウンサーとか合ってんじゃないかなと。うん、やっぱこういい意味でね、奥井はこういつまでたってもこう無邪気な子供みたいな、なんかそういう感じがするのよ。なんか友情に熱くて、うん、なんかね、だからこそこうなんか冷静なこうクールなというか、そういう女性があってんじゃないかなと思います。ライオンズピッチャー交代です。綿引き降板、ピッチャーは連敗ストッパーユキ、今日4番手としてマウンドに上がります。すごい点差だ。いやけどやりやすい場面、アウトは一つあるし、まあランナー一人いるけど、これは住谷さんかい。
だね。赤いリストバンドのイメージはあるよ。第1球投げた、内角低めいっぱいストライク。まずは決めてきました。投げた、ボール、アウトローへ。カウントワンボールワンストライク、ボール。カウントはツーボールワンストライク。インコース低めストライク。第5球投げました、ストライク。よーし、空振り三振。バットが空を切りました。大信号石川。第9投げました。そっか、なんかあれだな、新鮮は新鮮だな。セリーグからパリーグに変わったってだけで。投げました、外角低めいっぱいストライク。さあ次が最後の投球になるか。第5球投げました、やしの三振。よし、上々デビューじゃないですか。これは雪見のレギュラーシーズン始まってからすごいんだって。オープン戦目っぽいわけど。さて本日のヒーローは。待ってろよ奥井、対戦しようぜ。待ってろよ。やっとここまで来たぞ。いろいろあったけど、よし、今日は終わろう。いや、雪見いいんじゃないか。西武のユニフォーム似合ってんじゃないかい。よーし、終わりましょう。コメントいくつか読んで終わろうと思います。まのちさんお疲れ様です。お疲れ様です。今日は奥井が動画のテーマということで、前々回のコメントね。今日は動画のテーマという、奥井が動画のテーマということで、奥井のようにとは言いませんが、プロに入ってから伸びたなと思う選手は誰ですか。それと謎かけすごいですね、そんな早く思いつくなんて。プロに入ってから伸びたなっていうか、まあその俺高校野球とかも知らないし見ないし、大学野球も見ないし、社会人も分かんないから、プロに入ってからしか知らないけど、最近だったら大谷翔平は本当にすごいなと、伸びたなという、伸びたなに入るのかな。ただまあ成績は伸びてるじゃない、まあバッティングの方はちょっとあれだったけど、うん、すごいなと思いますね。あと謎かけ、謎かけはね、面白さを一切捨てれば結構パッパッって出ます。面白さを捨てれば、うまい下手も捨てればもうパッって出ます。まのちさん、プロ野球のショートといったら誰ですか。僕は鳥谷選手です。まあ俺の印象は金子誠選手なんだよね。金子誠選手をセカンドっていう人もいるかもしれないけども、俺はちょっとショートの印象が強くて金子誠選手です。金子千尋はメジャー行くと思いますか。あ、行かないかなと思います。まのちさんこんばんは。こんばんは。僕は大のロッテファンです。まのちさんはロッテにどんなイメージをお持ちですか。応援曲がただただかっこいい、本当にかっこいいっていうイメージです。まのちさんの好きな変化球は何ですか。ちなみに僕はスライダーです。カーブですね、シンプルなカーブ、あまり落差もなく、落差もないカーブっていいのか悪いのか分かんないけども、うん、カーブ好きです。今年の大谷君に一言、怪我なく頑張ってもらいたいです。まのちさん以前、動画で書道7段と言っていたので、一度まのちさんが書いた字を見せてほしいです。ペン字は下手だよ、下手。書道やってる時ペン字も一緒にやってたんだけど、センスなかったのかなんか知らないけど、先生がやらなくていいって言われてたから。ペン字は下手、筆持たしたらそこそこ今でも書けるんじゃないかなと思うけど、まあなんか機会があれば、お見せしたいなとは思います。全然いいですよ。あと2つぐらい読んでいこうかな。時間何分経ったちょっと分かんないけども、2つぐらい読んで終わります。まのちさんこんばんは。こんばんは。例の彼女のことで悩んでます。なんだ。まずディズニーの件、あ、はい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 、あったね。ディズニーの件なくなりました。
理由は言い忘れたのですが、少し前に喧嘩しました。はい、仲直りはしたのですが、まだ彼女には心の壁が少しあるらしく、他にもいろいろあるそうで、大好きな彼女を諦めようかと思いましたが、彼女が自分がいないと寂しいという言葉を聞いたら、やっぱり見捨てられません。はあ、この先どうしたらいいのかわからないです。頑張ったら希望は見えるのでしょうか。真内さん助けてください、お願いします。もうね、もうビシッと、もうここはね、5位に行こう、俺についてこいと、5位に行っちゃっていい。うん、なんかもうね、はっきり言うぞ、その女は自分が恋愛して失敗して、そういう悲劇の、私は悲劇のヒロインなんだと、そういう自分に酔っちゃってるから、今確実に酔ってる。もうそうなったら女もめんどくさい方向に、もう一方通行、もうそこしか行けないから、もうめんどくさいことしかやらないから、だからもうそういう時はもう強引にね、引っ張っていこうです。最後、変化球を打つポイントとかけまして、あ、これコメントね、変化球を打つポイントとかけまして、この動画を楽しく見せるにはと解きます。その心は、どちらも間の取り方が大事でしょう。間の取り方と間の、俺ね、取り方が大事でしょう。じゃあ俺も一つね、ここはバシッと最後に謎かけして終わろうかなと思いますよ。じゃあ俺も変化球でいこうか。ちょっと待ってよ、整いました。変化球とかけまして、お寿司と解きます。その心は、どちらも握りが大事でしょう。マノッチです。よし、終わろう。そうだね、最近したけど、ネズッチね、 YouTube やってたわネズッチ YouTuber だったぞ。 YouTube やってたよ、初めて知ったよ。はい、ということで、終わりましょう。終わります。明日からね、もうビシッと、もうレギュラーシーズンの俺はすごいんだぞということをね、お見せしたいと思いますよ。そんじゃ終わります。バイバイ。